い、皆さんこんにちは、ダディチャンネルのマミです。はい、今日はですね、久しぶりにねチポレにやってきました。今日はね、ちょっといつもと、前回あのブリートの方をねご紹介した YouTube を撮ってあげたんですけれども、今回はちょっと違うメニューにね挑戦してみたいと思います。それでは中に入っていきましょう。レッツゴー。With the brown rice. And black beans. Yes, black beans. Yes. And then steaks.Can I have a queso blanco? Queso blanco? Yeah, this. And then everything from here, the corns and yeah, sour cream, corns, cheese.Yeah, sour cream too. Yes, please. Yes, guacamole. And then I haven't got the sour cream yet.That was from the... For here to go? For here, please. Chicken. Any chips or a drink for you today? No, thank you. Just water, please. Water? Yes. One or two? Two waters, please. It's a steak. チャンネル登録をお願いします。今ね注文したものが来ましたけれども、いつものねブリートと違ってボールなので、こんな感じでね来まして、ちゃんとねあの蓋もついてるので、まあ、もちろんね余ったらお持ち帰りができるんですけれども、もうね重いです。結構重い、すごくたくさんの量も入っているので、ボリューミーでね美味しいと思います。それではいただきたいと思います。いただきます。いつもね、あの私アボカドが大好きなので、ちょっと別料金で2ドル50セント取られるんですけれども、いつもね乗せてもらうんですけれども、美味しいんですよね。いただきます。うん、すごい。あのね、なんて言ったらいいんでしょうね、美味しいショップレポが下手くそでごめんなさいあのなんかメキシカンの料理なんですけど、チポレっていつも不思議なんですけど、すごくね食べやすいんですよね。ちょっとメキシコのレストランで食べる味といつもねちょっと違うみたいな感じで、すごいマイルドで食べやすくて私大好きなんですけど、ブリートもね美味しい、確かに美味しいんですけど、あれね周り小麦粉でねラップで巻いてあるので、ちょっとカロリーがね気になったりするじゃないですか。でもこれだとね、あのサラダがすごいたくさん入ってるので、ちょっと見た目ヘルシー、多分カロリーあると思うんですけどあの見た目もねヘルシーなんで、なんかちょっといいかなみたいな思って、ちょっと今日はねこちらの方にしてみましたけど、すごく美味しいです。うん、うん、ステーキがやっぱ美味しいですね。うん、いろいろねチキンとかもね試してみたんですけど、あのステーキがやっぱり一番美味しくて、私はこのサワークリームとアボカドがね入ってるやつがすごく好きなんですけど、すごいねあの十分ラップがなくてもね、多分このボリュームだったらすごくお腹が膨れると思うんで、うん、すごいおすすめです。うん、美味しい。うん、うん、はい、
すごくねあっさりしててねバクバク食べれちゃうのがねちょっと怖いんですけれども、あのもうすぐね、学校が今日でね終わりで、もう来週から学校もお休みになってね、12月もうね冬休みに入るんですけども、あのオハイオに住まわれている皆さんは大体フロリダの方に皆さんね旅行に行かれることが多いですね。やっぱりあったかいのでディズニーランドとかね結構魅力的な遊ぶところがたくさんあるんですけれども、ここからだとまあ車でね行けなくもないんですけれども、ちょっとやっぱ遠いっていうのもあって、私も何回か行ったので、私はこの冬休みはちょっと先月ねフィラデルフィアの方に旅行に行ったので、ちょっと今回はクリスマスはねちょっとお家でゆっくりしようと思うんですけれども、キーウェストっていうアメリカの最南端南の方にねあるところがあるんですけど、皆さんねそこから大体車であそこまで行こうと思ったら20時間超えぐらいまでね車の運転になるんですけども、そこに向かってねご旅行に行かれる日本人の方もねいらっしゃるんですけども、はい、私は実はですね最近近所でジムがねありましてスポーツジムなんですけども、そちらの方に、ね、入会しました。でまあスポーツをするの、ダイエットを始めるの、マミーさんって思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど、実はメインはスパです運動ではなんかもちろん運動しなきゃいけないなと思ってるんですけれども、まあ、もちろん運動もねたくさんランニングマシーンとかいろいろあるのでできるんですけど、そこにねなんとプールとスパがあるんですよね。ホットスパってこうあったかいジャグジー付きのね、もうねやっぱりね何がこうアメリカ生活つらいってお風呂に浸かれないというか、もうお家にお風呂あるんですけど、もちろんお湯をためると今度シャワーの水がもうお湯しか出ないんですよ。お湯が出てこないんですよね。なんでせっかく温まった体をまたシャワーで冷たくするのがすごく嫌で、なのでなかなかねお家でお風呂にためて入るっていうこともしないので、やっぱりねお風呂に浸かりたいって毎日思ってるんですけども、やっとこれでね毎日そこのジムに行けばスパに入れるということで、まあ、ちょっと銭湯代わりみたいな感じでジムにね通おうかなと思っているので、はい、それをねちょっと楽しみに年末年始はゆっくり過ごしたいなって思ってます。はい、なんかねすごくヘルシーなんでねパクパクっとね全部食べれちゃいましたはい、とっても美味しかったです。本日もね最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画がいいねと思われた方、ぜひいいねのボタンとコメントお願いします。ダディチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。